イランアメリカ大使館人質事件は1979年11月4日にイランのテヘランで発生したイスラム革命防衛隊率いる暴徒によるアメリカ大使館に対する占拠及び人質事件である。444日末月1981年1月20日に解決した。訪米時のパフラビー皇帝とリチャード・ニクソン大統領夫妻、第二次世界大戦後のイランは、パフラビー朝の皇帝モハンマド・レザー・パフラビーが、アメリカをはじめとする、欧米諸国からの支援をもとに開発独裁と、親欧米化路線を進め、欧米諸国の外国資本の導入に努めた。また、日本の飛躍的な経済成長に注目して、白色革命に着手し、土地の改革、国営企業の民営化、労使間の利益分配、教育の振興、農村の開発などの民主的改革を実行したほか、女性解放を掲げて、ヒジャブの着用を禁止し、婦人参政権を確立するなど政教、分離原則化を進めた。さらにイスラム圏ではトルコに次いで、イスラエルと国交を樹立した。このような近代化及び西洋化、そして、政教分離政策は、欧米諸国から歓迎され、特にアメリカの歴代政権は、石油供給の面から、グラマン F-14 をはじめとする最新の武器供給や、最新鋭旅客機のボーイング 747、SP の販売など、様々な支援を惜しまなかった。しかしこれらの政策は、ルホラー・ホメイニらイスラム法学者の反発を招いた。これに対して、パフラビー皇帝は、イスラム原理主義者をはじめとする急進派を中心にした、反体制派を弾圧、投獄するに至った。このため、反体制派は、パリに亡命を余儀なくされていた。テヘランに到着した、ホメイニーしかし、1970年代中盤に起きた、オイルショック後の急速な原油価格の安定化などを受けて、イラン経済が不調に陥ったことや、国内の貧富の差が広まったことなどを受けて皇帝に対する国民の不満が高まったことなどを追い風に、反体制派は次第に農民や労働者階級からの支持を受けることとなった。反体制運動は、ホメイニーをはじめとするイスラム主義者のみならず、モジャーヘディネ・ハルグやソ連などが支援したイラン共産党などが参加して激化し、デモやストライキが頻発した。さらに、ホメイニーを指導者とするイスラム教12イマーム派のイスラム法学者が支柱となった反体制勢力が国内外から帝政打倒を目的とした活動を行い、1979年1月にイラン革命が発生した。その結果、1月16日に休暇のためにイランを一時的に去ると称してパフラビー皇帝が政府専用機のボーイング727を自ら操縦し、皇后や側近と共に友好的な関係にあるエジプトに亡命した。その後、2月1日にホメイニーと、その一派は、亡命先のパリからテヘランに戻り、直ちにイスラム革命評議会を組織した。2月11日に評議会は権力を奪取し、革命は成功した。エジプトに到着した、モハンマド・レザー・パフラビー元皇帝とその家族、側近らは一旦は、アンワル・サー大統領の承認の下で、カイロに亡命した後、モロッコやバハマ、メキシコを転々とした。パフラビー元皇帝とその家族、側近らはメキシコに滞在中、癌の治療のためという名目で、アメリカへの入国を求め、アメリカ政府に接触した。ジミー・カーター大統領は、この要請を受けることで、イランの新政権との間で軋轢が起きることを憂慮し、退けようとしたが、パフラビー元皇帝の友人だったヘンリー・キッシンジャー、元国務長官らの働きかけを受け、最終的に人道的見地から入国を認め、元皇帝とその一行は10月22日にニューヨークに到着した。しかしこれに対しイランの革命政権は激怒し、アメリカ政府に抗議すると同時に、テヘランのアメリカ大使館には、毎日のように、反米デモが行われるようになっていた。大使館前で、星条旗を逆さに広げる学生グループ事件を報じる1979年11月5日の日付のイランの新聞シュレッダーにかけられた大使館の機密書類10月22日以降、アメリカが元皇帝を受け入れたことにイスラム法学校の学生らが反発し、テヘランにあるアメリカ大使館を囲んだ抗議デモを行った。また、アメリカ大使館と国務省、CIA も、そして大統領も、ことが大きくなる可能性を真剣に考慮せず、放置していた。これについては、事件発生後大きな批判を浴びた。なお、この学生と暴徒らによる行動は、革命政府の保守派と革命防衛隊が裏でコントロールしていたため、穏健なメフディ・バーザルガーン首相ら政府閣僚を呼び、警察はこれに対する制止は事実上できなかった。その後でも参加者は増え続け、ついに11月4日午前に学生と暴徒たちの一部が、塀を乗り越えて、大使館の敷地内に侵入した。大使館の敷地には次々に学生と暴徒たちが侵入してきたが、警備に当たっていたアメリカ海兵隊員も、事態の悪化を恐れて、これに対して、制止、発砲することはできなかったため、学生と暴徒たちは、間もなく大使館の建物内に侵入しこれを占拠、アメリカ人外交官や海兵隊員とその家族の計52人を人質に、元皇帝のイラン政府への身柄引き渡しを要求した。このイラン人らによる行為と、イラン当局側の対応は、外交関係に関するウィーン条約による、接受国は、私人による高官への侵入、破壊及び、高官の安寧、威厳の侵害を防止するために、適当なすべての措置を取る、特別の義務を負う、という規定に違反していたため、諸外国からの大きな非難を浴びた。だが、学生と、暴徒、さらに革命政府とイスラム革命防衛隊は、これらの非難に耳を貸すことはなかった。なお、大使館員や、領事館員、海兵隊員らは、大使館の建物を占拠されるまでのわずかな間に、大量の各種機密書類や、アメリカ合衆国ドル紙幣をシュレッダーにかけたり、焼却処分にしたほか、通信機器やビザのスタンプなどを破壊することに成功した。しかしシュレッダーにかけられた書類の多くは、イラン当局に動員された主婦や子供たちにより時間をかけて復元され、大使館員や情報部員の情報を含めた機密情報がイラン当局側に渡ることになった。なお、11月4日の選挙事件発生の際、複数の領事部のメンバーが大使館からの脱出に成功している。領事部にいた館員のうちの一人は、最終的にイギリス大使館に逃れ、同大使館の現地人職員の手引きで出国ビザを取得し、後に空路で脱出した。また、総領事らのグループも大使館から脱出したが、イギリス大使館に直接向かうルートを取らなかったため、早期にイラン当局に捕らえられ大使館に戻された。別の6名の領事部員たちのグループも脱出に成功したが、イギリス大使館にたどり着くことができず、電話が通じた、タイ人のアメリカ大使館の主任料理人と大使館、選挙当時イラン外務省に出向いていた公使の手引きで、テヘラン市内の大使館の政府ハウスに避難し、数日間を過ごした。家から家へと移動し、その後イギリスの民間人の住宅やカナダ大使や、同国の出入国管理局高官の公邸、スウェーデン大使館やスウェーデン領事のアパートに分散してかくまわれた後、占拠されていない外交官向け住居が数週間にわたり避難所として使用された。対欧米融和的なメフディ・バーザルガーン政権が崩壊したため、彼らはこの苦難が早期には終結しないことを悟った。カナダ人外交官のジョン・シェアダウンを経由して、ケン・テーラー大使率いるカナダ大使公邸に集まったが、そこに79日間にわたり、隠れざるを得なくなった。共同作戦のために創作された映画、アルゴのポスター作戦成功後に、アントニオ・ジェー・メンデスを祝福する、カーター大統領、カナダありがとうと書かれた幕を掲げる、アメリカ人、テーラー大使は、本国の外務省に対して、これらの6人の救出を依頼した。直ちに、カナダ政府はアメリカ政府にこの事実を伝え、脱出計画の依頼を受けたアメリカ中央情報局のアントニオ・J・メンデスらが、館員らをカナダから派遣された農業調査員や英語教師、映画の撮影スタッフに偽装させて脱出させる計画を立案した。救出作戦の実行に際して、カナダ政府は枢密院令を出し、この6人とメンデスら CIA の作戦グループにカナダのパスポートを発給、さらにカナダ政府とアメリカ政府の緊密な協力の下作戦を進めた。メンデスらは、その後テヘランに到着、カナダ大使公邸に入り6人と合流した。その後6人と偽装作戦のシナリオを選び、映画の撮影スタッフに偽装するものを選択した。この作戦の中には、本物らしさを得るために設定された、アルゴという名前の SF 映画を作成するのも含まれていた。映画の脚本は、光の王という SF 小説を原作としたものだった。さらに、偽装作戦の一環として、ジョン・チェンバースの支援を得て、ハリウッドにオフィスも設立され、ロサンゼルスにあるスタジオ6に電話をすれば応対されると伝えられていた。さらにハリウッドには、スタジオ6の名で広告が掲示され、偽装文書の一つとして関係する記事が新聞に掲載された。また、メンデスらは6人に、カナダ人の映画の撮影スタッフとして、出入国管理を欺くための偽装工作を施し、さらにテイラー大使は、嘘の用事をでっち上げて、彼らが移動する理由を作った。やがて大使公邸に、怪しげな電話がかかるようになり、それも含めた兆候から彼らがかくまわれていることは、おそらく発覚したのではないかと考えられるようになった。1980年1月27日に6名の館員とメンデスら作戦グループはイラン政府当局関係者の目をかいくぐってテヘランのメヘラーバード国際空港にてチューリヒ空港行きのスイス航空機に搭乗し脱出に成功した。この作戦は計画の時点でカナダの一部のマスコミに漏れたが6名が無事に脱出するまで記者により伏せられていた。しかし6人の帰国後明らかにされ、その結果、6人の存在をフロリダ州の政府施設に秘密裏に隠蔽しようと考えていたアメリカ政府の計画が実行不能となった。また、残る人質の安全を考えて、米華両国政府は CIA がこの件において果たした役割を機密にした。CIA の関与は、ビル・クリントン政権下の1997年になるまで明らかにされなかった。なお、作戦の計画と実行の一部始終は、2012年に、アルゴという題名で、ベン・アフレックにより映画化され、第85回アカデミー賞において、作品賞など3部門を受賞している。大使館に向かうバニー・サドル暫定外相人質となった。大使館員らイラン政府及び学生と暴徒たちは、これらの人質をゲストと称し、穏健派のアボルハサン・バニー・サドル暫定外相に視察に行かせたほか、非常に気をつけてもてなしており感謝されていると、国内外のメディアに対して報じさせた。実際は人質になった外交官と海兵隊員、その家族らは、スパイ容疑をかけられ、大使館の敷地内にある建物の中に、軟禁状態に置かれ、通信や行動の自由を奪われただけでなく、選挙当初より興奮した学生と暴徒たちから暴力を受けるなどした。さらにその後も、人質の私物の窃盗や、死後の禁止のみならず、殴打や手足の拘束、長期間の独房や、冷凍庫内への監禁、さらには2人の海兵隊員に目隠しをしたまま、見せしめのために、大使館前のパレードを行うなどの行為を受けていた。これらの行為を受けて、4人の館員が逃亡を試み、2人の館員が自殺未遂を起こしたほか、1人の館員がハンガーストライキを行った。また、アメリカ大使館選挙当時イラン外務省に出向いていた3人の大使館員は、大使館選挙後数ヶ月間外務省内に軟禁され、食堂で宿泊し浴室で下着などを洗濯することを余儀なくされた。さらに11月4日にこの事件の早期解決を望んでおり、政府内保守派と対立していたとされる暫定政権のバーザルガーン首相が辞任した後は外務省内に軟禁された大使館員は部屋の外への出歩きが制限されるなど行動範囲がさらに制限されるようになった。なおその後、人質に対してカナダや西ドイツなどの中立国かつアメリカの友好国の外交官による接見が認められた。この機会を通じて人質となった館員とアメリカ国務省の間の秘密連絡が数度にわたり行われた。また、11月9日には抑圧された少数民族と女性への心遣いと称して、二人のアフリカ系アメリカ人の男性館員と一人の白人女性館員が釈放されたほか、同月にはもう一人アフリカ系アメリカ人の館員が釈放された。しかし他のアフリカ系アメリカ人の男性会員と女性会員は最後まで釈放されないままであった。また、1980年7月には一人の会員が重度な多発性硬化症と診断されたことで解放された。1980年の夏以降は人質に対する食料配給やその他の管理効率の向上という名目、実際は逃亡やアメリカ軍による救出を困難にするという目的で人質の一部がテヘラン近郊の刑務所に移された。1980年11月から解放までの期間は浴槽と温水シャワー、洗濯機などが完備された元秘密警察の長官で1970年8月に暗殺されたテイムール・バフティアールの屋敷に集められ軟禁されることになった。抗議活動を行うアメリカ市民事件が起こると、同時にアメリカ国内では、イランとその政府に対する大きな非難が湧き起こり、アメリカ国内にあるイラン大使館や領事館前でデモが行われたほか、在米イラン人に対する暴力事件が起こった。さらに、学生グループの乱入に対して、武力で反撃せずに大使館を明け渡したとして、大使館員及び海兵隊員に対する批判さえ行われたほか、軍事的手段による人質救出作戦を行わないカーター政権に対する批判も巻き起こり、開戦に向けて動き出そうとしていたカーター政権の政権運営に影響を与えた。イーグルクロー作戦中に事故を起こした輸送機の残骸アメリカ政府はイラン政府を懐柔するために、パフラビ元皇帝を12月5日にアメリカから出国させてパナマへ送ることで事態の打開を図った。しかし、イラン政府は大使館の占拠を解くどころか、それを支援するなど強硬な態度を取り続けた。これに対して、カーター大統領は1980年4月24日から4月25日にかけて、ペルシャ湾に展開した空母と艦載機によるイーグルクロー作戦を発令し、軍事力による人質の奪還を試みた。しかし、作戦開始後に使用していた RH-53D スタリオンが故障した上に、ロッキード C-130 輸送機とヘリコプターが接触し、炎上するという事故が起き作戦は失敗した。これによってイラン政府はさらに態度を硬化し、事態は長期化する傾向を見せた。またこの後、さらなる救出作戦の実施に備えて、人質はイラン国内に分散して軟禁されることになった。アメリカ空軍基地に着いた人質アメリカ軍のボーイング VC-137 輸送機で帰国した人質アメリカ政府は、軍事力による人質の解放を一旦は諦め、サウジアラビアやヨルダンなどのアメリカと近いイスラム諸国などによるイラン政府の説得を試みるが、事態は膠着したままであった。ところが、1980年7月27日にパフラビ元皇帝が最終的な亡命先となったカイロで死去したことで、大使館占拠の根拠が消滅した。これを受けて、アメリカ政府とイラン政府は水面下で交渉を続け、妥協点を模索した。その後アメリカの大統領選挙でカーターが共和党のロナルド・レーガンに敗北した。イランは仲介国と人質の返還でアメリカと合意し、1981年1月20日に人質が444日ぶりに解放された。なお、このタイミングでの人質の解放については、後に明らかになるイランコントラ事件と絡めて、レーガン陣営とイラン政府との間の裏取引の存在を主張する民主党支持者を中心としたジャーナリストも存在する。アメリカ政府とイラン政府は、メヘラーバード空港での人質の引き渡しを行い、1981年1月20日にアメリカ政府が用意した特別機でテヘランを後にし、ビースバーデンにあるアメリカ空軍基地を経由して帰国の途に就いた。アメリカに帰国後人質たちは国を挙げての大歓迎を受けた。帰国後人質たちは直ちにアメリカ政府により病院に検査入院した後、自宅に戻った。タイムライン・オブ・ターキッシュ・イスラエリー・リレーションズ、1949-2006。ターキッシュ・リサーチ・プログラム、ワシントン・インスティチュート・フォー・ニア・イースト・ポリシー。2018年1月8日、閲覧。ターキー&イスラエル。SMY、ユーブ、ナンバー2011年2月22日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2018年1月8日閲覧。ABCDEFGHI、昭和55年写真生活 P8 から9、ザ・フォール・オブ、エーシャー BBC2009 年2月27日ファラフ、皇后の証言しかし、裏では、第160特殊作戦航空連隊の前身となる、第101師団隷下のヘリ部隊による、特殊作戦用ヘリ開発と奪還計画が存在した。ありがとうございます。